ご視聴ありがとうございます。トロピオツカです。前回、ウルトラスターがメーカード5000をやったんですが、あまりにね、禁止なので有名なカードが多すぎて、普段ウルトラスターガというね、セットで語る際に、なかなかね、名前が出てこないメーカードたちを紹介できませんでした。というわけで今回は、ウルトラスターが隠れたメーカード5000ということでね、禁止カードたちに隠れたメーカードたちをご紹介していきたいと思います。いや、早速やっていきましょう。最初に紹介するのは、栄光の昇華です。栄光の昇華は3マナの白のエンチャント、自分のコントロールしているクリーチャーにプラス1プラス1修正を加える能力を持っている全体強化呪文です。当時白には十字軍という白2マナで使える全体強化呪文がありましたが、十字軍の方は白のクリーチャーしか強化できないことに加えて、白のクリーチャーであれば対戦相手のクリーチャーも強化してしまうという欠点がありました。3マナと1マナ重くはなったものの、そこまで大きな負担になるような重さではなく、むしろ自分だけ強化できるメリットが大きいこともあり、特に白いになので採用されました。栄光の昇華が活躍したデッキで特に有名なのが、エイトクルセイド十字軍4枚と栄光の昇華4枚の全体強化8枚入れた白のウィニーデッキで、高速でクリーチャーを展開しつつ全体強化で大型化し相手を踏み潰すビートダウンデッキです。ウルザスサーが発売当時はテンペストブロックがスタンダードで使えたため、白のシャドウを持ったクリーチャーをベースにしたウィニーデッキに採用され、その後にマスクスブロックでリベリオンが登場すると、それを後押しする形で環境を席巻することとなりました。ちなみに十字軍はアンリミテッドから第6版まで白の全体強化エンチャントとして収録され続けていましたが、第7版から第10版まではこの栄光の昇華が十字軍にとって変わることに。その後基本セット2010からは正常の名誉と入れ替わる形になりますが、2020年発売の基本セット2021で栄光の昇華が14年ぶりに再録されることとなりました。続いて紹介するのは、当時最強と歌われた青のクリーチャーヘイニシュ、5マナの多層の戦士で5つ能力を持っているのが最大の特徴です。青1マナでアンタップしたり、単身領事まで飛行や被覆を得られたりするほか、無色1マナでパワーとタフネスを増減できるなど、その力はまさに変幻自在。十分なマナが準備できていれば、警戒、被覆、飛行を持ち、状況によってパワーとタフネスの大きさが変えられるというのが最大の強み。当時のコントロールデッキのフィニッシャーであり、青のトップクラスのクリーチャーとして君臨し続けました。変異種が活躍したデッキで有名なものは、青茶タン。おぼすこなモノリスなどの強力なマナーアーティファクトを採用し、巻き直しや不実などのフリースペルでマナを確保しつつ相手を妨害、そして大量のマナから変異種やマスティコアでとどめを刺すというのが基本的な動きになります。アーキタイプ自体はテンペストブロックの頃からありましたが、ウルザブロックの強力なアーティファクトとフリースペルの登場により一気にトップメタに上り詰めました。さらに変異種の凶悪さに磨きがかかったのが、第6版でのスタックルールの変更。当時のルール変更で、戦闘ダメージをスタックに乗せてからダメージを解決するようになったことで、一度パワーを最大まで上げて 5-1 にした後に、ダメージスタックを乗せてから 0-5。花があればそれよりも多くタフネスを増やすことができたため、簡単には破壊されないようになっていました。基本セット2010では、再びルール変更があり、戦闘ダメージはスタックに乗ることなく解決されるため、現在ではこの方法は使えません。余談になりますが、変異種は他の色にも似たような名前と能力を持つメガサイクルになっていて、次元の混乱で登場した赤の変異種、コンフラックスでは緑の C 種、バトルボンドでは白の後遺種、最後にモダンホライゾンで黒の周囲種が登場。なんと21年もの歳月をかけてサイクルが完成しました。続いて紹介するのは、手札破壊呪文の代表的カード脅迫。今では手札破壊の代名詞として、アクモンのコジレックの神門やレアカードの思考囲いと並ぶ1枚ですが、脅迫が初登場したのがこのウルザスサーガでした。黒1枚で相手の手札を見て、土地とクリーチャー以外を捨てさせる強力な1枚、対戦相手が何かを始める前にいきなり使えることと、エンチャントやアーティファクトなどで黒では対処できないカードを捨てさせることができるのが強みですね。また相手の手札を見られるというのももちろん大きなポイント。特にコンボデッキなので、勝負を決めに行く時の前方確認ができるメリットは非常に大きく、対策カードがあればそれを墓地に落とさせることができ、逆に何もなければ安心してフィニッシュが決められます。ウルザスサーガで収録されてからは基本セットを中心に多く収録され、特殊セットも含めるとなんと13回も収録されているカード。2021年現在も現役で活躍し続けている1枚です。続いて紹介するのは、稲妻のドラゴン。4マナ44で飛行とエコを持つ赤のドラゴン。さらに赤1マナ支払うごとにパワーをプラス1する能力を持っています。場に出した後にエコーコストを支払わなくてはなりませんが、当時4マナで44飛行はなかなかのコストパフォーマンス。赤タンデッキのフィニッシャーとして活躍した1枚でした。
実際のところカードパワー自体は地味な感じがしますが、ウルザブロックがスタンダードだった時期からスタートした方にはウルザスサーガの顔というイメージが強い一枚ではないでしょうか。ウルザブロックの時期はマジックが盛り上がった時期でもあり、コロコロコミックにいて漫画デュエルマスターズが連載されたり、カードゲーム情報誌ゲームガザが刊行された時期でもありました。また稲妻のドラゴンはウルザスサーガのスターターボックスのパッケージを飾ったイラストだったこともあり、多くの人の目に触れることに。デザインにはなりますが、ウルザスサーガのプレリリーストーナメントではこのカードのホイール版が配布されました。ブースターパックからホイールカードが出てくるようになるのはこの次のエクスパンション、ルザズレガシーから。稲妻のドラゴンは初のホイールカードとして出回っており、今でも根強い人気を誇っています。最後に紹介するのはエルフデッキの力強い味方、ティタニアの僧侶です。2マナ11でタップすると戦場にいるエルフ分だけ緑マナを生み出すエルフ。もちろんこれ単体では1マナ重いラノワールのエルフに過ぎませんが、エルフが大量に並ぶエルフデッキでは莫大なマナを生み出すマナクリーチャーへと変貌します。当時のスタンダードではラノワールのエルフやラノワールの使者ロフェロスといった優秀なエルフも多く存在したので、これ1枚で2から4マナくらいは簡単に出すことができます。さらに自分だけではなく相手のエルフの数も参照するので、相手がラノワールのエルフを出しているだけでさらにマナ加速が可能に。同時期にガイアの溶乱の地がありましたが、このティタニアの僧侶も生きたガイアの溶乱の地と言ってもいいほどのマナが出せるカードでした。1枚で多くのマナを出せることを生かして、絡みつく鉄線やリシャードの港、突き込みで相手を足止めし、そのままクリーチャーで攻め切るというトリニティなどで主に活躍しました。コモンということもあり、現在ではパウパーや統率戦で重宝される1枚になっています。というわけでいかがでしたでしょうか。このウルザスサーガは合計でね10枚名カードを紹介することになったんですが、それでもねまだまだね語りきれないカードが多く存在します。皆さんもウルザスサーガのお気に入りのカードがありましたら、ぜひコメントで教えてください。というわけで今回は以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。というわけでトロピオツカでした。また次回。今日の負けはこちら。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネルの登録、そして高評価よろしくお願いいたします。またマジックのカードをご購入の際は概要欄のリンクからハレリアをぜひご利用ください。それでは次回の動画でお会いしましょう。